襲来します。襲来。お、最終回ってことだ。さすがです。うん。慎太郎さん。うん。いよいよ来ましたよ。何が？この日が。この日？はい。なんかあったっけこの日？今日は。あ、今日ご存知ないですか？え、なんでしたっけ？あれ？私と周太郎さんのペアルックの日ですよ。あ、ペアルック、はい、黒にね、はい、あ、もう今後あれですか、あの渋谷さんも悪役に、はい、もうやっていくことですか。そうです、悪役アイドル、はい、今回の企画なんですが、うん、渚とザコシの今までを振り返る最終回です。最終回、はい、最終回っていうことだ。さすがです、うん、なので今日は最も週があふれる最終回にしようということなんです。なるほどね。でもあれですよね、本当よくこんなんあるじゃないですか、なんかとりあえずシーズン1が終了みたいな感じで、はいはいはい、はい、だからどうせあれでしょ、2年後3年後で多分シーズン2つって始まるでしょ。これそうです、シーズン2が襲来します。襲来、お、来たね、はい、うん、いやでもなんか後ろにもあれですよね、私たちの思い出の品が品がね、ね、うん、ありますよ。この子たちもレギュラーでしたもんね。うん、あ、出えへんのかいここで今本当に今までたくさんのゲストの方に来ていただきましたが、印象に残った回とかありましたか？印象ね、いやでもみんなあれじゃん、とんでもねえ番組だなっつって帰られていったよねそうですね、はい、この番組ってそのゲストの方の新しい一面をこう引き出したりとかするような番組ですけど、うんうん、はい、私たちもなんか自分の新たな一面みたいなのを引き出していただいたなっていうのを思います。はい、あ、そうね、天海祐希さんと井上陽水さんのモノマネ、はいはい、あったじゃないですか、うん、あははははあははははあははは、お元気ですか。井上陽水になっちゃったよ。ダウンタウンデラックスで披露しました。見ました見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 た、うん、なんか、はい、ま、松本さんに突っ込まれてたよね、はい、やらん方がええみたいなやらん方がええいや、これをもうテレビでも発揮できるってこの時にも言ってて、これで私はもうテレビ一周しますって言ってたんですけど、うんうん、一周の一歩目でこう、はい、ね、すげえダメージ食らったっていう。やめた方がいい。周太郎さんもこのモノマネのレパートリーって増えました、この収録で。誇張モノマネバースデー。はいはいはい、うん、あれね、レパートリーにないやつをやってくれって言われるんで、はい、ザコシの誇張モノマネバースデー、今日5月31日は、あ、どうも、鈴木京香でございます。ね、あ、うちらだ、ゴロゴロゴロ。鈴木京香さん、54歳のお誕生日おめでとうございます。あ、でも、そんな困った素振りとか、うん、どうしようって、いや、できないですねみたいな、そういう素振り一切出さずに。出したら終わりですから、私なんて特に。二兆個モノマネがありますよって振り込みでいや、できへんのって言われたらもうね、ショックでしょ、みんな。似てる似てないは別として、うん、やるやらないはやりますよ。とりあえずとにかくやる、やってとにかくやって、似てへんで受けへんのは知らんよってことでもなんか他にお気に入りのミニコーナーとかありました？人形劇じゃないけどこう、はい、あったやん、そのミニコーナーで。あー、見に来たけど、あー、すごい風、気持ちいい。あー、え、降ってきましたわ。どうしたんですか？上から降ってきましたわ。え、上から？上からですわ。なんで？あー、変身、コウメ太夫でーす。あれもな、即興でありますからやってくださいって言われて、打ち合わせ一切なしでやってたやんなあ、あれ受けてたの？あれはあれ受けてたのかなっていう、うん、いや、テレビの前の人の笑いが入ってないからね。そうですね、そうそう、ただただこう俺はただやって押し売り的に見せて終わりだからさでも楽しかったですけどね。楽しいね、楽しかったね、嬉しかったです、作ってもらえて、うん、放送した回とか見ても、うん、私たちはもう終わったと思ってるようなシーンとかも使ってくださって、うん、なんかそれがなんかシュールで面白かったりとかなんか私が一回
あの粘土で何かを作った時に、うん、で作り終わってじゃあカットって終わって、うん、ぐちゃって潰したんですよ。あ、潰した潰した、はい、そこが使われてたりとかして、うん、紙粘土でクマを作ってください。クマ、はい、終了。座ったクマ。す、あ、ええやん。それ自分が知らなかった自分のなんか、うん、ちょっと面白さ。スタッフみんなヒヤッとしますよ、本当に分かれると。それなんかいろんな一面を面白がってくださるといいますか、うん、そうそうそう、ね、そこが嬉しいです、うん、スタッフさんもあのカオスっていう一度カオスっていう、うん、カオス集団だったな、雰囲気、うん、なんかカンペ出てるよ、渚子の2人は仲良くなったっつって、うん、私たちね、うん、どうでしたか。いや俺はあのなんていう、あの全然仲良くなったと思いますよ。うわ、うん、嬉しい。いや私は本当にあの修太郎さんに対して、うん、やっぱりこうご一緒するたびに、うん、なんか尊敬とこう好きっていうのが増していきました。あ、本当？はい、ええやん。こう番組決まる前はさ、はい、なんかあんまりこうなんだろう、アイドルとか絡むのってあんま好きなかったよ俺。あ、そうそうそう、でも全然そんな気持ちもみじんとも思うこともなく、そうそう、だから本当にねこう真面目にこうなんだろう、こう向き合って取り組めたと思いますよ、収録に、収録に、収録に、うん、でも楽しかったもん普通に。嬉しいです、うん、裸芸人とかね、はいはい、とこうなんかギャップがなんか良かったっていう人もいりゃ痛々しかったみたいっていう人もいるんですよ、はあはあ、そう、いや俺は別に裸芸人とかギャップが良かった、美女と野獣みたいな感じだから私もでも裸芸人みたいなもんですから。え？一緒です。本当？裸芸人みたいなもんなんですか？一緒、一緒です。あ、一緒か、よかったよ。裸芸人の番組だったんですねこれね。まあよかったらよかった。ツイッターとか見てても皆さんがこう、え、終わるんやみたいな、終わるの寂しいとか、ね、めちゃくちゃあった。なんかもったいないとか惜しいとか、うん、今の番組でこんな自由な番組なかったのにとか、うん、なんかいろんな惜しむ声をいただいて、うん、なんかそれにめっちゃ感動しました、うん、やっててよかったってすごく思いました。やっててよかったですね、うん、収録振り返ってみていかがでしたか。いやもうね、俺はこれで終わるとは思ってないから。お、うん、冠番組も僕初めてで、でレギュラー番組っていうのもあの準レギュラーはあったんですけど、うん、本格的なレギュラー番組は初めてなんですよ。だ本当にこう初めてなんですよね。だからこう渋谷さんとやる番組が、うん、だからこれずっと忘れないだろうし、うわ、でこの先もこう大切なもんとしてこう刻まれてるからね私は、うん、だから本当にこうボケじゃなくて本当にシーズン2期待してるんですよ本当に。ね、本当になんか この関係を別に壊したくないというかね。うわ、嬉しい、うん、じゃあ改めて最後なので、はい、私から修太郎さんにちょっとお手紙を書いてきたので、マジっすか。はい、ちょっと読んでもいいですか。ああ、ありがとうございます、ありがとうございます。修太郎さんへ、はい、旗から見ると正反対で交わることもなかった私たちが、うん、今こうして2人で冠番組をさせていただけたこと、人生って素敵な出会いがあるんだなと改めて感じました。そして渚とザコシが始まってから修太郎さんの素敵な部分をたくさん見つけました。まずはいつも裸足なのに足の裏がとってもツルツルで綺麗なところ。見てくれてんやな。そして笑顔がチャーミングで目がパッチリキュートなところ。そして本番前はゲストの芸人さんにこの前はありがとう、自分めっちゃ面白かったな、跳ねてたで、や収録終わりも面白かった、美味しかったな、ありがとうと必ず声をかけて褒めていらっしゃるところ。そして私の活動を何かしらチェックしてくださり話しかけてくださる温かいところ、関われば関わるほどに溢れてきます。そして感動したこともたくさんあります。以前単独ライブにご招待いただいた時に修太郎さんの
かける思いに感動しました。そしてこんなにもやりたいことと見せたいものがあることってすごいなと思いました。私は出来上がったものの中で自分らしさを加えるばかりだったので、自分で生み出して突き進むところがすごくかっこよくて刺激をいただきました。そしてこの番組で習得したダイアン津田さんのゴイゴイスーや春日さんの誇張モノマネが入っていたのも嬉しかったです。そして救われたこともたくさんあります。私が一本グランプリに出るとき、周太郎さんからこれは勝負やから回答ボタンは遠慮せずに押して自分の出したい回答を出した方がいいよというアドバイスを受けて、回答は毎回一番目を狙って自分の出したい答えと空気にしようと思いました。そしてこの番組の収録で私が不安な時はいつも大丈夫大丈夫、いつも通りええやんと声をかけてくださったあの言葉と、いつも通りでどしっと構えてくださる姿勢に救われました。いつも引っ張っていてくださりありがとうございました。周太郎さんと一緒にいるおかげさまで私は本当に様々なことを学び変われたと思います。まずは肩にはまらないこと、そして折れない心、やりきる心、挑戦してみる姿勢、今まで自分ができていなかった部分でした。なので周太郎さんと渚とザコシをさせていただけたことは私の人生のターニングポイントだったような気がします。半年間本当にありがとうございました。そしてこの番組は終わってしまいますが、これからもどうぞ末永くよろしくお願いいたします。そしてまたいつかどこかで渚とザコシができる日を夢見て明日からも頑張りたいと思います。ダーリンズより。なんでやねんなんでやねん、めちゃくちゃ感動したのになんでダーリンズやねん。なんか書いていくとすごく長くなっちゃって、なんかたくさん出てきちゃって何を書けばいいのかって分からなくなったぐらいあったんですけど、いやでもすごく伝わりました。 ありがとうございます。本当にね、なんかこう番組の相方なんですけど、なんだろうな、こう俺のなんかいつものいるんですよ、ハリウッド軍団って、はいはい、弟子みたいな軍団、その一員みたいな感じでね。嬉しい、入る？いいんですか？うん、入ってください。いや、お願いします。はい、ぜひ。まあ、入ったからって何でもないんですけどね別に実はね、僕からもちょっとプレゼントがありまして。え、プレゼント？はい、はい、え、これからあの頑張ってねっていう気持ちも込めて。え、開けていいですか？どうぞどうぞ、はい。え、ちょっと待って、大きい。あ、周太郎さんの。うん、ちょっとかぶります。あー、いいっすね。うん、いいですか？うん、シューまたね、復活したいですね。復活したいですね、はい。うん、とりあえず撮って、うん、その動画ですか、はい、動画をギガファイルとかでみんなにこうねギガファイルで送りつけるっていう、アドレスを送りつけるっていう。そうですね、はい、皆さんのアドレスとか教えてもらって、そう、教えてもらって、それで送りつけたりとかもしたいと思います、はい、それでは皆さん、またいつか必ずどこかでお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。